チャレンジカップ競争は、ボートレースの SG 競争の一つ。本競争は、賞金王決定戦グランプリを呼び、そのシリーズ戦への出場をかけた、最終トライアル競争として位置づけられている。優勝賞金は3300万円。売り上げ低迷打開策の一つとして1998年より、協定王チャレンジカップ競争の名称で創設され、2010年の 第13回大会より現在の名称となる。最も新しく設立された SG 競争である。2014年の第17回大会からは女子ボートレーサーを対象とした GII 競争として新設されたレディースチャレンジカップとの並行開催となったため、出場者が賞金ランキング上位34名に変更された。 1>, 1月1日から10月31日までの獲得賞金上位者。賞金王決定戦競争以外の SG 競争の中では唯一優先出場権を設けていない。つまり前年のボートレースグランプリで優勝戦に進出していても前年日本競争を制しても直前の SG 競争である国土交通大臣期争奪前日本。 選手権競争を制しても1月1日から10月31日までに賞金獲得上位に入れなければ出場権が与えられない。出展はボートレースオフィシャルウェブサイトにあるチャレンジカップの各回ページより。第23回は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため開催地、ボートレースがまごうりが所在する愛知県と岐阜県、三重県。 静岡県在住者を対象とした事前抽選による入場制限付きで開催。ありがとうございます。